演武開演。どうも、本日はこちら鍋焼き屋金麗お取り寄せシリーズきつねうどんを食べたいと思います。毎日この寒いこの時期温まりたいですね。そんな中で今日はこちらのお取り寄せシリーズ5種の中からきつねうどんとご縁がありましたので、このきつねうどんを食べたいと思います。他も美味しそうですね。また機会があれば。作り方は、では出来上がるまで少しお待ちを。待たなきゃいけないのは自分なんですけどね。出来上がりました。開けてみたいと思います。ではいただきます。うわっ、まず揚げから違う。付属の七味をかけてみます。だしの風味、揚げに染み込んだお味、うどんの弾力がいつも食べているきつねうどんとは全然違います。これがお取り寄せというものなんでしょうか。ぜひ他のお取り寄せも食べてみたくなりました。とっても美味しいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。